こんばんは、作曲家の和田貴文です。今日はですね、あるものを買ってしまいましてですね、急遽動画を撮っています。いやー、結構これすごい悩みに悩んで購入したものなんですけれども、というのはですね、この YouTube を撮っているカメラのレンズを買ってしまいました。で、買ったものというのはこちらです。シグマの単焦点レンズ、35mmF1.2 というやつですね。こちらを購入してしまいました。すでに開封しているのでこちらです。こんな感じでですね、でかいです。重いです。これ単焦点なんですよ。ズームではないので 35mm という焦点距離でしか撮れないレンズなんですね。でその代わり F1.2 という明るいレンズなんですね。で、私はもうこれが YouTube 用カメラのレンズはもうこれで決まりなんじゃないかなってちょっと思ったんです。というのはですね、今現在この撮ってるカメラというのはソニーの α7-3R という、ソニーの α7-R3 というカメラでですね、それのソニーの純正のレンズで G レンズというやつなんですけど、ズームレンズの 24mm から 105mm まで F 値が通しで4かなというやつを使っていてですね、今ちょっと下にその正式な名前出しますけど、それを使っていてですね、こちらはズームレンズなので、まあ、F 値はまあ明るい方ですけど、そんなに明るいレンズではないんですね。で、今回の買ったこのシグマの 35mm は F1.2 なんですね。もうめちゃくちゃ明るいんですよ。だから何ができるかっていうと、被写界深度を狭くできるので、背景をぼかして撮ったりとかっていうことができる。フォーカスが合ってるところ以外をぼかすのにすごく便利なんですね。というのと、あとスタジオのような暗いところでも明るく撮れるというのがあります。 F 値を 1.2 まですると多分結構ぼけるので、まあ、そこまでぼかさなくてもいいってことも出てくると思うんですが、まあ、明るいレンズってのはとにかく便利なんですよね。で、なんで 35mm を選んだかというと、今このズームレンズで撮ってるのが 35mm で撮ってるんですよ。24から105までズームできるんだけど 35mm で撮ってる状態なのです。で、一番これがちょうどいいなと思っていろいろ検討した結果ですね、最初は G マスターレンズっていう、さらにそのソニーの最上級グレードのレンズがあってですね、もう気合い入れてそれを買おうってずっと思ってたんですけど、ズームレンズの 24mm から 70mm の G マスターっていうのがあったんですけどね、まあ、値段的にも結構29万とか20万後半ぐらいするんですよ。で、 F 値は 2.8 とかかな、ズームレンズなんでそんなに明るくはないんですけど、まあでもそれでもズームで 2.8 っていうのはなかなかすごいので、これかなって思ってたんですけど、やっぱり前使ってたレンズとか単焦点で撮ってた時期もあったので、やっぱりこのソニーの E マウントで使える単焦点が欲しいと思ってですね、 G マスターには 35mm の単焦点っていうのはなかったんですよ。で、いろいろ探した結果、このシグマのアートシリーズですね、で 35mm というのがもうピンときたというか、うわ、これだ、欲しかったのはこれだと思って、じゃあちょっと今日本の企業にお金を落とした方が絶対いいだろうということでシグマさんに決めました。まあ、ソニーも日本の企業ですけどね、ただの言い訳なんです、すいません。シグマ応援しようということですね、これに決めました。いろいろカメラのその変遷のお話もしようと思ったので、とりあえずこの 35mm 単焦点に付け替えてみます。今のこのボケ感からどうなるのかちょっと見比べてみてください。はい、こんな感じで今付け替えました。これがシグマの 35mm 単焦点 F1.2 のレンズです。いかがでしょうか。かなり後ろボケてると思いますけど、今オートフォーカスでこの辺でピントが合うのとこの辺でピントが合うのでまた全然ボケ方違うと思うんですけど、いかがですか。これ相当いい感じにボケますよね。いや、やっぱり単焦点いいですね。なんか私なんで単焦点を選んだかというとですね、やっぱり喋ってる人以外のものっていうのがあんまりはっきり見えすぎると何に集中して見せたいのかっていうのがブレてしまうので、まあ、私の顔がくっきり見えればいいっていうわけじゃないんですけど、やっぱりなんか映像の印象ってありますよね。なんかね、海外のドキュメンタリーとかもそうじゃないですか。結構人物以外ボケてたりとかして、なんかああいうのに憧れて、あ、かっこいいなみたいな、そういうのをちょっと やりたくてですね、こういうふうに単焦点の感じに今しております。これからはこっちで行こうかなと思っております。
で、そうで、カメラの変遷についてちょっといろいろお話をしたいなと思っております。で、もともと私はYouTube をこうやって始める前からミュージックビデオを作ったりとか、まあ、そういうのに興味があって、いわゆる普通の写真のカメラとビデオカメラっていうものはいろいろ試してたんですね。素人なりにちょっといろいろ自分で独学で調べていろいろ試してたんですよ。最初はオリンパス使ってたんですよ。オリンパスの一眼使ってて、でそこからオリンパスがミラーレス一眼にシフトしてった時に、じゃあもう自分もそっちにシフトしようって決めて、もうオリンパスと心中するぐらいのつもりで、オリンパスの一眼用のレンズは全部売って、当時あれなんだっけな、 OMD、EM5 かなが出た時かなぐらいの時に、そのオリンパスの OMD とマイクロフォーサーズのレンズに全部変えてですね、もうこれでいこうって決めたんですよ。でしばらくそのオリンパスのカメラ使ってて、でレンズもそれで揃えていて、でミュージックビデオ用のカメラをいわゆるシネマカメラっていうのに変えたんですよ。で今ブラックマジックが出してるシネマカメラって、今こういう、これなんて言うんだっけな名前忘れた、ブラックマジックデザインポケットシネマカメラ 4K というやつなんですけど、これが出る前のもっとちっちゃかったやつ、ポケットシネマカメラっていうのが、全モデルがあってですね、それを買ったんですよ。でそれを買った時に、まあ、なぜそれを使い始めたかというと、このマイクロフォーサーズのレンズが使えたので、このブラックマジックのシネマカメラにしたんですね。でもうずっとそれでミュージックビデオなんか撮ったりとかしていて、普通のスチール用のカメラはオリンパス、シネマカメラはブラックマジックという感じで、レンズは共用でこのマイクロフォーサーズのレンズを使ってたんですね。でそれどっちも使えたので良かったんですよ。その後に YouTube 動画を始めるとなった時に、パナソニックの GH5S というのを入手しまして、結構それで撮ってたんですよ。今までワーダー専門学校じゃねえよとかもほぼ GH5S で撮っていてですね、まあ、それでスチルも撮れるようにと思って買ったんですけど、 GH5S っていうのが、まあ、どっちかというと動画用のカメラだったんですね。なので、写真撮ったりする時の解像度はそんなに高くないんですよ。結構その写真も意外と印刷に使われたりとか、業務用途での使用に耐える写真が必要なことがあってですね、まあ、結構自分で撮った写真を仕事上で使ったりすることもあるんですよ。なので印刷に耐えうる解像度が欲しいな。やっぱクロップするとどうしても解像度足りないこととかも出てきちゃうんですよね。で、ソニーの α7R3 を購入したんです。もうこれはその本当に写真用にと思って買ったんですけど、使ってみたら意外と動画も良くてですね、あれこれもしかして YouTube 動画もこれでいけんじゃないのかなって思って撮り始めたら、案外やっぱりいけたんですよね。でレンズがもう最初に買ったズームレンズしか持ってなかったので、いつか単焦点レンズ欲しいって思ってて、なかなか買えなかったんですけど、今回やっと買ったという流れです。で今までもその GH5S とかオリンパスのカメラの時に YouTube 動画で使ってたレンズが、実はこの 17mm、 マイクロフォーサーズの 17mm っていうのはフルサイズのセンサーだと 34mm に当たるんですね。だから今この 35mm とこの 17mm はほぼ同じ焦点距離のレンズということになります。この距離がなんだかんだやっぱり良かったです。マイクロフォーサーズの 12mm とか、この α7 の E マウントのやつの 24mm とかだとちょっとやっぱり広すぎて、このスタジオのかなり広範囲で映ってしまうので気にする部分が多すぎちゃったりとか、 35mm がやっぱり一番いいなって思ったんですよね。というわけで、いろいろ経て、今のこのソニーの α7R3 とシグマの単焦点 35mm f1.2 というレンズにたどり着きました。まあ、まだまだこれからどうなるか分かんないですけど、ただちょっと触ってみた感じ、これ YouTuber のレンズとしてはかなりというか最強なんじゃないかなってちょっと思ってます。値段は高いです。F1.2 っていうのがかなり驚異的なので、まあ、値段はかなり張りますけど、まあ、その価値はあるというか、これもずっと使っていけるレンズだなというレベルですね。まあ、ただこれの確か F1.4 というのも出ているので、それでも全然
使ってみた感じ全然 F1.4 でも F2.0 ぐらいでも全然いいので F1.4 の方を買ってもいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、あの YouTuber はカメラの映り具合と声の聞き取りやすさっていうのはすごい大事で、私もいろいろ試行錯誤した上で今やっとここなんですよ。もうとにかく独学なのでいろんな人のを見てこう選んでるんですよね。だからやっぱり失敗することもあるし、無駄なこの買い物をすることもありますし、まあ無駄ってことはないんですよ。その失敗も全部経験なので、それが勉強だと思えば全然無駄なことって一つもないんですけどね。そんな感じでやっと今ここまで来たので、私の今のところの答えはこの 35mm の単焦点と α7R3 の組み合わせというのがかなりベストに近いんじゃないかなと思ってます。めっちゃいいですよね。これあのちょっとじゃあ今 F1.2 なので、ここから F1.4、1.6 とどんどん下げていった時にどうなるのか、ボケ具合がどうなるのか最後に見てみましょうか。はい、まずこれが F1.2 です。はい、これが F1.4 です。 F1.6 F1.8 F2.0 F2.2 はい、という感じでですね、いかがでしょうか。 F 値で、この後ろのボケ感が変わってくるというのを体感できたんじゃないかと思います。このシグマのアートシリーズ単焦点 35mm F1.2DGDN、これ素晴らしいですね、日本の企業素晴らしいです。ありがとうございます。というわけで今日は急遽このカメラの検証を兼ねてですね動画を撮ってみました。ありがとうございました。